いってらっしゃい。気をつけてね。お父さん、今日も筋肉痛ひどい。今日のがさらになんか変な動きしてた。おはようございます。お嬢が定位置にいないんですけど、今朝はね、日向ぼっこの気分らしいですね。何がおはよう。何くん、ちょっとここいるの。夜はプレストさんが当たって、朝は日向ぼっこができて最高ね。ゆっくりしててね。マミグもおはよう。あくびして、これ二つともソファーの上乗っててね、サムちゃんが持てたみたいなんだけど、ポミにあげたの。それまでこれをね、ポミは必死になって大事に守っておりまして、全部で3つあるからね、ポミな。いつまで守ってられるかね。優しいから貸してくれるんだよね。ゆっくりしててくださいな。サムちゃんもおはよう。ひなたぼっこにゃんの、昨日お父さんとねんねしてよかったね。でもサムちゃん寒かったみたいで、時折プレストさんに当たりに行ってたみたいですね。いつもスロー上からかけてるけど、昨日かけないで寝てたみたいで、お父さん中に潜り込めなかったらしい。サムちゃん、今日わたわたしなでね、頼みましたよ。 OK でしゅか。ひなたぼっこさんしながらね、のんびりしててくださいな。ということで、今朝もとても眩しい、スカッと晴れた気持ちのいい朝ですね。昨日行きたかったね、お買い物に今日行くか、それとも明日行くか悩んでいるんですけれども、まあとりあえず午前中ね、やることねやって、それからねどうするか決めていきたいと思います。午後のお外探索タイムです。ここ挟んでね、向こう側のワンちゃんいつも外出てるんだけど、ポミとサムがね出てくるとね、必ず泣くんだよね。気配がするんだろうなと思うんだけど、あ、鳥が来た。ちょっとご飯が少ないね、ごめんね。まあ食べてってください。数日前からね気がついてはいたんですけど、どうやらね花粉がね舞っておりまして、お庭仕事してる時もお父さん鼻水すごかったし、私もくしゃみめっちゃしてて、ちょっと暖かくなってきてね、本格的にね花粉が舞い始めたなと思っておりまして、まだお薬飲むほどひどくはないんだけど、目がかゆい、鼻水が出る、でも鼻はまだ詰まってなくて、鼻と喉の奥がかゆいのと、あと頭がポヤっとしてるのと、ちょっとねゼーゼーするのね。これからそうだね、1ヶ月ぐらいねこんな感じかなと思っているんですけれども、お買い物行こうかなと思ってたんですが、昨日ブラシ洗ったでしょ、あそこに干してあるんだけど、お化粧して出かけようと思ってたんですけど、ブラシが乾いてなくて、あーじゃあもういっかと思って今日はやめましたもうほんと毎日今日はやめましたになっちゃってるけど、明日こそねお買い物出ようとは思ってるので、まあ明日にはブラシ乾いてると思うからね。まあ今日はお家のことしたいね、コロコたちと遊んだり、あとは編集したりしてね、のんびり過ごしていこうと思います。あ、またやってる、同じところね。何来たにゃんにゃん、ん、うん、何なんて行動してるのにょーは、うん、よくねんねしてましたね。お利口者でしたよ。すごくおとなしいんだよね、午前中はね、サムちゃん。よし、じゃあもうちょっと遊んだらね、お家入ろうね。コミはもうお家入りたいみたいだな。昼過ぎ以降ですね、全然ビデオの更新しておりませんが、もう真っ暗になってしまいましたね。今6時過ぎぐらいかな。サムちゃんあっち冒険行ってますけど、お掃除したりビデオのね編集したり、ご飯の支度したりね、なんだりしながらですね過ごしておりまして、これからですね近所一周お散歩行ってこようと思います。昨日は真っ暗だったと思うんだけど、あそこの四つ角電気を交換したみたいで明るくなってますね。あ、ポミポ仕事始めてた。こっち側も明るくなってる。今回のメンテナンスはここの電気を変えたんですね。街灯は消えてるところまだいくつかあるから、この小道もねちょこちょこ切れてたのでね、どうなってるかな。お家帰ってきました。ジュルジュルお嬢は今も一緒にズルズルしてるけど、お散歩した子来たんよ。お散歩どこ行ったの？いつもの講習ですか？ちゃんとみんなのお手紙読んできた、ポミ。うん、読んだの。しょっか、にゃんよ、拭いてね、ご飯にしましょうね。そうだね、
そこにご飯あるでやんちよって言ってる。もめくよく知ってましゅ。これね、サメちゃんお散歩範囲になっててさっき。家中すごい勢いで走りまくってたんですけど、ピコピコダンスもしてましたが。初めて見たあんなに範囲になってるのはお散歩の後ね。ポミもトトももちろんお散歩範囲になるんだけど、サメちゃんそんなでもないなと思ってたら、今日すごかった。恐ろしい速度で走ってましたね。ねぽみ、びっくりしたね。待って、よし食べなしゃ、いいですよ。ゆっくり食べてくださいね。ゆっくりガニでしゅよ。お願いしますね。サムちゃんも食べようね。すごい走ってたじゃん。元気じゃんね。待って、おかゆよし食べなしゃ、いいですよ。サムちゃんもゆっくりね。ゆっくりガニガニしてください。ゆっくり。怒ってる。なんで怒るのよ。ゆっくり食べてね。食べまった？なあ、ヨーグルトさんしましょうね。ポミ君お待たせしました。なんで急にそんななんのよね、ナムニャはね。怒ってんの、モミ。そりゃ怒るわな。怒ってる。そんな急に向かってこられたら怒るよね。ね、悪い顔してるけど、ポミちゃん。怒ってんの。怒ってんや、もっと怒んな、あなたは。ナムニャに対してやーよーって。クピクしてるけど。じゃ、今日も頑張ろうね。待って。おかいもう一回、待て、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 おかいもう一回、もう一回、待て、おかい上手だね。待て、おかいもう一回、待て、おかいじゃあ最後しましょう。待て、おかいよし食べなさいですよ。とっても上手でした、ポミタン。グーポーでしゅ。ちょっとお嬢、なんでポミ君向かってったの？ダメや、ああいうことしたら。お座りちゃんとしてじゃん。はい、サムちゃん、待て、おかわりもう一回、待て、おかわりもう一回、お座りして。はい、お手、おか、よし食べなさい。食べないの？じゃあよ、もう一回しよう。最後、お手、おか、よし食べなさいですよ。うん、お利口者でした。じゃあね、ヨーグルトちゃん食べたらね、お嬢さん帰ってくるの待ってよね。それでは私もご飯食べようと思います。お弁当用意に炊いたね、鮭のふりかけ混ぜたご飯と、玉ねぎと卵のお味噌汁でしょ。キムチときゅうりの漬物も出したんですけど、あと4本ぐらいから春巻きあるので、今日もレンジでチンですが、春巻きと適当サラダですね。今日はトレーダージョーズのドレッシングにしました。ちょっと前にお父さんから電話かかってきて、帰ってくるよって、すっごい早いなと思ったんですけど、どうやら会社のね、方をね、送っていったみたいで、足がない方がいらしたみたいで、なのでそのまま帰ってくるようです。まあ帰ってきてね、何食べるかなと思ってるんだけど、お父さんが食べたいものね、食べてもらおうとは思っておりますが、今日は絶対に仕事するって言ってるのでどうかなとは思っておりますが、とりあえずね、ご飯食べながらお父さん待とうと思います。いただきます。誰だ誰だ言ってるけど、フォーカスしてないんですけど、こんな早く帰ってくるとは思ってないからね、ビビっておりましたが。お父さんお帰りしてんの。しゃがめないんですか、お父さん。いやだって言ってポミ行っちゃったよ。ポミ行く。なんかあわあわですけど、どうして？ペロでやんちよって。いよかったね、帰ってきたね、お父さんが。早かったね、びっくりしちゃったね。イタチもよって言ってるよ。ちゃんも置いてよ。タニクも来たよ。タニクもお帰り来たの。みんなでお出迎えにゃん。よかったね、ナムニャね。おじい、おじい、タニク。タニクお父さん呼んでるよ。お帰りしに来たんでしょ。お邪魔だね。よかったね、みんなね。お前は何なんだ。何？私のよって。うん。テンション上がってますね、サミちゃんね。落ち着け。Calm down。Calm down。お利口してた？行こう。うん、私いつもお利口よって。お父さんね、お着替えして。まあ、お着替えしない方がいいんだけど、今日ちょっと早いからな。ご飯食べたら遊んでもらおうね。何かお父さんからチュールもらってる。久々にこうやって直接食べてるけど、とびきりチュールですね、この前いただいた。早くしてくれって言ってますよ。あ、上手じゃない、意外と。上手ね。落ちたやつを舐めてる人がいますね。全然見えへんだけど、ちょっとだから開くと頭突きしてくるから、三肉開かないように常に出るようにお父さんしとかないと。はいはいはい。くわえてるけど、舐めてるというより噛んでますけど。袋おいしいね。こうやってね、いいね、谷ね。ちゃん早く帰ってきてよかったじゃん、谷くん。麦さんが作ってくれたらしいよ、谷。作って
丈夫ないと思うけど、はい、はい、絞ってくれたってお父さん、よかったね。何がね、うまい、興奮してるね。はい、上手でした。上手だったじゃん、とにく上手。豚なんかもらえるでやんちゅかねって言ってるよ。これがびちょびちょでした、びちょびちょになってるな。なんか欲しいでやんちゅけどねって言ってるよ。何食べるの豚は。ふったもチュール持ってるでやんちよって。ダメ、もうすげえ一本がなんかえらいことになるから。ダメ。バラバラの時じゃないと。どういうこと？ダメよダメよダメなのよ。じゃあ何食べる？お芋さん食べる？キッチンにする？これ好きなのか？好きなのこれ？私もよ。はい。よかったね。全部食べた？戻ってきたけど全部食べたのかな。急いで食べ過ぎじゃない、サムちゃん。サムちゃんどうしたかな。うん、一応食べてるよ。はい、じゃあこれでおしまいよ。おしまい。サムちゃん、お座りは？座り。待てよ、待てサムちゃん、お座り。サムちゃん、いらないの？いいのかと思ったのよって言ってるよ。お座り。サムちゃん、ほら、もらっといて。いいよ。サムちゃん、お座りは？のりこしょ。はい、よし。うん、よかったね。うん、じゃあお父さんご飯しよう。お父さん今日はね、お着替えしてないからね、すごく真面目に仕事してる。ご飯食べた後結構集中して数時間ね、いろいろやってますね。今10時過ぎたところなので、まあ、お父さんのお仕事終わるまでね、私も編集進めて、それからね、お風呂入って寝る準備していこうと思います。タニくん、おやすみ。タニくん、今日もここで寝るの？もうプレストさん消えちゃってるけど。タニくん、今日よかったじゃん。お父さん早く帰ってきて、美味しいのもらって。なんだっけ、名前忘れちゃった。贅沢チルだったっけ？久々にね、袋のまんま食べたけど、どうだった？またそれも良かったですか？今日はね、上手に食べれてたなと思うんですけど、前はね、袋のままあげると、もう興奮しすぎて大好きだから、袋に噛みついてね、袋にね、穴が開いたりね、ちぎれたりするぐらいまで噛むんだよね。 それだけもう逃したくないみたいな感じだけど、今日はね、まあ、ちょっとパクパクはしてたけど、思い切り噛んでもなかったし、上手に舐めてね、食べてたなと思うのね。いつの間に上手になったの？またね、お父さん早く帰ってきた日にね、美味しいのもらうね。はい、ほみな出てきたにょ。ガニガニ探してんの？オッケー、じゃあママ後で一緒に探したらね。ねだねく、今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝寝してください。ふいやーチュミ、おやーチュミ、おやにみー、なにくくぽい、おやーチュミくぽい、おやーチュミー。おしぼみた、ガニガニ探しますか？ あったよ、ぼみあったよ。サムちゃんが3つ持ってた、どうぞ。ぼみた、入んなさい。よかったね、あったにょ。今日は茶色さんなの？ピンクちゃんじゃなくて？私がシャワーする前はピンクにいたんだけど、触ったら冷たいから、ここで横になってたみたいですね。ブランケットに顎を置いて寝てたのかな。ぼみくんもおやすみ。この子はですね、昨日はサムちゃん手出しをしてなかったんですけど、今日はですね、私が縛った脇をね、引っ張って穴開けましたね。またね、綿がちょっとだけ出てたんですけど、すぐ気づいたからね。ポミもね、サニーもここで寝てて、綿がここにあったんだけど、その開いた穴はね、縫い目で裂けてるから、くくらなきゃいけないかなと思ったのね。あ、どうしようかなと思って、もうとりあえず応急処置と思って、ここをグッと折り込んでブランケットをね、こう巻いたのね。そしたらその後ね、やってないので、ブランケットを巻いたのがね、良かったなと思ってるんだけど。ね、ポミ、サムちゃん緑色のバタバタ出してるんだよね。ポミもサニクもなんで名誉って言わないの？サムちゃんに、ね、ゴショゴショしないでねねしなしゃいって言わないと。でも多分サムちゃんがここでゴソゴソするでしょ。ゆっくり寝たいからだと思うんだけど、ポミ、サムちゃんが入ってくると、移動してここで寝てんだよね。サムちゃんがね、あれと思ってここに入ってるんだけど、ポミなりにね、寝床を守ってくれてるのかもしれない。ね、ポミた、ありがとね。昨日ママに怒られたでやんちゅでしょ。サムちゃんやめなしゃい言ってくれてるのかにゃ。ありがとね、優しいいいお兄ちゃんでしゅ。激しいベロの運動でしゅね。顎がハワハなりますよ、ポミちゃんは。あ、もう眠いんだ。お手入れ始めましたね。なポミだ、今日も一日ありがとね。ゆっくりねねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやにゅみ、もみのうぷん、おやーちゅみ、くっぽい、おやーちゅみ、
お嬢なんか久々に夜ここでまんまるさんになってるの見ましたけど、ダメだもんやしゅみん、今日としゃいないから一人でねんねしゅるときはここなの。今日もちょっとバタバタしてましたけど、ママがやーよー言ってからはね、お利口者だからしなかったでしょね。まあでもまた明日もやるかなと思うのね、うん、もうちょっと使いたかったけど、サムちゃん新しいのにしなきゃダメしょうでしゅに、お父さんにお願いしないとサムちゃん気になっちゃうから、新しいのにしてもいいでしょかって、お父さんいいよ言ってくれるかね。お父さんに明日聞いてみようね、ナムニャン。私眠いよって言ってる。ちょっと気温が上がってきて、サムちゃんのねねねの仕方も変わってきまして、寒いとねここにキュッと顔突っ込んでね、まん丸になって寝てましたけど、少しねこう体をね開いて寝るようになったなと思って、プレストさんにね当たってソファーで寝てる時はむしろデレーンとね、もう全体手も足も伸ばして寝てるんだけど、まあ夜はそこまでじゃないからね、コンパクトになっておりますが、にゃむにゃん伸ばしてきましたけど、眠いのかい、なむにゃ眠いの。眠い時はお顔をゴシゴシするんですよね、あなたね。でもあったかいんだろうね、足を出してきたし。あ、足めっちゃあったかい。あっためたのにもね、眠いのよママやめてよ言ってる。サムちゃん寝寝させてくださいって。今日も一日ありがとね、ゆっくり寝寝してください。ういえいちみういえいちみういえいみサムちゃんグッベイビー、おやちみグッベイビー、おやちみ。眼を開いてお手でビヨンしてますけど、なんでしゅかその格好は。ん、え、おやちみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま2時半になります。お父さんはねシャワーしてベッドでもうぐっすり眠っております。私もねお父さんと一緒にシャワーしてね、今日は早めに寝ようと思ってたんですけど、いつぐらいかな、10時半過ぎ11時前にお父さんお風呂入るって言って、いろいろね片付けて、じゃあポミもサムもねねの前のトイレ行って歯磨きさんして寝ようかって言って、お父さんねお外連れてってくれたんですけど、待てど暮らせどサムちゃんがねおトイレ済ませなかったらしくって、それでお家入ってきてサムちゃんおトイレしなかったって私聞いて、あれと思って、よくよく考えたらお散歩の後彼女一回もトイレ行ってないわと思って、ポミは行くよって言ったら出てきて必ずちょっとでもね済ませるんだけど、サムちゃんは出たくない時は出てこないから、でねお散歩行ったのが6時ぐらいだったから、明日の朝ね6時ぐらいまでね我慢になるなと思って、彼女もちろん我慢するけど、ほぼほぼね半日我慢はなと思ったので、じゃあお父さん先にお風呂入ってていいよって言って、私編集まだいろいろやりたいことあるから、もうちょっと遅い時間にねトイレ行ってそれからシャワーするからって言って、1時過ぎぐらいかなにサムちゃんに、でも一回おトイレ行くって言ってお庭出て、そしたらねその時はねトイレ済ましてくれたのね、まあ一安心かなと思ってシャワーをしました。昼間ねお話しいたしましたが、花粉が飛んでるなんていうのをね気づかないふりしながらまあ感じてはいたんですけど、今年ね多分ね寒いから花粉がね飛び出す時期も遅いかなと思うし、そんなにたくさんも飛んでないかなとも思ってるんですけど、去年いきなり来た時はねもっとうわーなんだこれ、あー花粉だーっていう感じだったので、目合った、お父さんと目が合った、電池が切れちゃいましたが、まあね少なからずね花粉は飛んでると思うので、ムズムズはねしているんですけれども、まあ、上手にね付き合っていきたいなと思っておりますということで、お父さんとねちょっと目が合いましたけれども、またね寝始めまして、今日はね静かなので、とりあえずねこのまま電気消してね、私もねお父さんが静かな間に寝つこうと思っておりますので、この辺りで終わりにしようと思います。早めに書き始めちゃったかもしれない。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。